ライオネル・パーシー・スマイスは、イギリスの画家である。第六代ストラングフォード子爵パーシー・スマイスの婚外子として、ロンドンに生まれた。母親は、歌手で、後に、風景画家のウィリアム・モリソン・ワイリーと結婚し、スマイスは、少年時代を、フランスでギリの父親の家族と過ごした。ギリの弟に画家になったウィリアム・ライオネル・ワイリーと、チャールズ・ウィリアム・ワイリーがいる。 家族はロンドンに戻り、キングスカレッジスクールで学び、休日はノルマンディで活動する義理の父親と過ごした、ロンドンの美術学校で絵画を学んだ。1863年からロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展するようになり、1911年にはアカデミーの会員に選ばれた。1880年に、 王立水彩画家協会の会員になり1881年から水彩画家協会の展覧会に出展した。1892年にもう一つの水彩画家の団体、ロイヤルウォーターカラーソサイティに移った。風景画、風俗画、海洋画などを水彩や油彩で描いた。結婚後、夫婦でしばしばフランスを訪れ、1875年からはノルマンディに住んだ。 娘のマニースマイスも画家になった。ありがとうございます。